モレノ・アルゼンティンモレノ・アルゼンティンは、イタリアサンドナ・ディピアーベ出身の元自転車競技選手。愛称は、イルカーポ。1980年、イタリア国内選手権において、アマチュア部門のトラックレース及びロードレースを制覇。1981年に、プロ転向。ワンデーレースにおいて、無類の強さを発揮し、1986年の世界自転車選手権、プロ。 個人労働を制覇したほか、リエージュ・バストーニュ・リエージュでは1985年から1987年まで3連覇を達成したほか1991年にも制覇し、都合4度優勝。またフレッシュ・ワロンヌでは1990年、1991年と連覇し、1994年にも優勝を果たした。このほか、1987年にはジロディ・ロンバルディア、 1990年にはロンドファン・フランデレン、1983年、1989年にはイタリア国内選手権を優勝している。ステージレースにおいては区間優勝ハンターとして知られ、ジロディイタリアでは通算12回の区間優勝を果たしたほか、ツールド・フランスでも同2勝を挙げた。ありがとうございます。